市長定例記者会見を始めます。本日の発表項目2点ございます。1点目が新型コロナウイルスの感染状況について、2点目が仙台市中小企業等事業復活支援給付金の申請受付の開始についてでございます。それでは市長お願いいたします。はい、今お話ありました2点でございます。新型コロナウイルス感染症の感染状況についてまずお話をさせていただきます。こちらにグラフを掲げました。こちらをご覧ください。本市における新規陽性患者数と7日間移動平均の推移でございます。7日間移動平均とは直近1週間における新規陽性者の平均値、つまり1週間単位で見て1日あたり何人の新規陽性者が発生をしているかということですけれども、この赤い折れ線グラフで示しております。これまでの最高値は2月18日の 463.1 人でございます。その後緩やかな減少傾向が見られるものの、3月13日現在時点での値ですけれども 313.7 人でございます。で、いわゆる第5波の際の最高値ご覧いただきたいと思うんですが、8月22日時点で 142.9 人であったことと比較いたしますと、今なお高い水準で推移しておりまして、決して楽観できる状況にないと認識をしております。さらにこれから年度の変わり目を迎えますけれども、就職、転勤、進学などに伴いまして人の流れが多くなってまいります。仕事の仲間やご友人と飲食をする機会も増えるものと思います。感染者数を減らし早期収束させるためには、これからの時期におけるお一人お一人の対策と心構えがとても重要です。正しいマスクの着用やこまめな換気、体調の悪いときは外出を控えることなど改めて確認をして徹底をすることをお願いいたします。本市といたしましても、ワクチンの3回目接種や11歳以下のお子さん向けの接種をしっかりと進めてまいります。市民の皆様におかれましても、ワクチンの接種を含めまして、感染防止対策への引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。2点目でございます。仙台市中小企業等事業復活支援給付金の申請の受付を開始いたしますので、お知らせをいたします。この給付金は、市内中小事業者の事業の継続や回復を下支えするため、国の事業復活支援金を受給された事業者を対象に、本市独自の支援策として支給するものです。3月17日から7月29日までを申請期間として受付をいたします。支給額は国の給付決定額の10分の1として、売上高の減少率に応じまして、個人事業者は最大で5万円、法人は最大で25万円となります。申請は郵送で受付をいたします。郵送いただく書類ですが、申請書や国の事業復活支援金の給付決定通知書の写しなどでございます。また問い合わせの専用ダイヤルを設けますとともに、産業振興事業団の中小企業応援窓口において相談対応や申請の支援を行ってまいります。新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しておりまして、飲食店のみならず関連事業者をはじめ地域経済に広く及んでおります。迅速な支給につなげていくために、申請に必要な書類も可能な限り簡素化いたしました。該当する事業者の方々には、ぜひ、この本市独自の給付金を申請いただき、事業の継続に活用いただきたいと思います。以上です。はい、それではご質問をお受けいたします。まず1点目の新型コロナウイルスの感染状況についてご質問をお受けいたします。
ご質問のある方は挙手の上、報道機関名と氏名を述べていただいた上でお話しください。またマイクの使用についてもご協力をお願いいたします。いかがでしょうか。どうぞ。新保高木です。よろしくお願いします。新型コロナなんですけれども、議会中の答弁でですね、村井知事に対して再度まん延防止等重点措置必要だというふうに求められたという話もありました。あれから しばらく経っていて、今日お示しいただいたような状況になっているということだと思うんですけれども、現在のその市へのまん延防止等重点措置の適用の必要性についてはどう考えていらっしゃるのか、改めて教えてください。2度知事には要請をさせていただきましたけれども、知事としてはその必要性はないというご判断だったわけです。今感染状況が緩やかに減少傾向にございます。そしてですね、やはり家庭内の感染が増えていることもありまして、ここに対しての対策を徹底していただきたいということ、それから子どもたちへの感染も広がっているということございます。これもですね、いろいろな意味で子どもたちには大変な思いをさせているんだろうと思いますし、その看護をされる、親の皆さんたち、また、学校や保育施設の方々も大変な気苦労をしながら対応していると思いますけれども、そういう状況を鑑みますと、飲食店への対応というのはこれ以上望めないんだろうというふうに思います。そういう意味で先ほど申し上げた中小企業等 の支援をするということで舵を切らせていただいたところです。すみません、言葉の確認なんですけど、飲食店のこれ以上の対策は望めないというのは、郡さんご自身としても現状ではなかなかその必要はないというか、そうすることはできないという判断をされたということです。国の方でもさまざまな議論になっていると承知をしております。実際問題、まん延防止等重点措置等の対象区域でも今感染状況が徐々に下がってきているということを鑑みますと、やはり必要な時に対策を打つことがあるべきではなかったかという気持ちがございますけれども、今この段階で、それを要請するということはもう考えていないということです。ありがとうございます。ですね、先ほど子どもたちの感染が増えているというような話もありましたけれども、県の緊急要請は部活動のところだったりの対策を要請するという内容で21日までという暫定的な期間というか今のところの期限として要請をしているものですけれども、こちらは21日で終了すべきか、それとも延長すべきかというところ、郡さんとしてはどのようにお考えでしょうか。仙台市内での感染状況の詳細を見てみますと、やはりまだ10歳以下10代の皆さんたちは多い状況にあると認識をしております。そういう意味で県が対策を立てていることについては是と考えています。その上でですね、21日までにどのような状況をたどるのかというのは、まさに今しばらく状況を見なくちゃいけないんじゃないでしょうか。ありがとうございます。はい、他にご質問よろしいでしょうか。どうぞ。自民の川原議員でございます。2月18日の時点から、およそ1週間平均なんですけれども、150人まで減っているということなんですけれども、第6波非常に母数というか数字自体がボリュームが大きいかと思うんですけれども、市長としては、これピークアウトと受け止めていいのかどうか、その辺の受け止めの方をお願いいたします。今このグラフを見ていただきましても、一番多かった時は2月9日の、1日での発生が628人、一番高い、ところですけれども、でそれからだいぶ、高い低いありますけれども、緩やかに減少傾向にあるというのは見て取れると思います。そういう意味では、
ピークということで言えばですね、一旦は超えたのではないかというふうに見ているところです。しかし減少率は先ほども申しましたけれども大変緩やかでございます。そしてこれから年度末人の移動が増えるということを考えますと、またさらに感染の拡大ということもあり得るというふうに思っておりまして、その点について市民の皆様方に十分警戒をしながら対応していただきたいというふうに考えます。はい、他にご質問いかがでしょうか。どうぞ、はい、お願いします。 NHK の小船と申します。緊急特別要請についてですね、先ほど県のこういう対策に関しては是と考えているというふうにおっしゃっていますけれども、まあ、この具体的に県の特別要請、緊急特別要請に関して効果、これまで2週間延長してから経ってますけれども、効果がどの程度あったと思われていますでしょうか。なかなか難しいところですね。まあ、それぞれ皆さん対応を取っていただいているのでしょうけれども、感染力が高いというこのオミクロン株の影響もありましょうし、そしてまた特にですね、若年層のマスクをなかなかつけられない状況のお子さんたちのところでかなり発生患者さんが増えているということもございます。難しいんだなというものをと感じながら見ておりますけれども、一定の効果があったのかそうでなかったのか、これはまた後に委ねたいというふうに思います。はい、他にご質問いかがでしょうか。どうぞ。先ほどおっしゃってた小児ワクチンの件で伺いたいんですけれども、まだですね、小児ワクチンが始まって間もないですが、かなり打つか打たないかというのは、迷われている親御さんが多いかなと思うんですけど、思想としてはできる限り治すように心がけてほしいのか、まあ、特に基礎疾患にあるお子さんを優先的にしてほしいのか、何かそのあたりの思いといいですか、どういうふうに呼びかけたいかというのがあれば。これは接種を望まれる場合接種していただきたいということが基本になるんだと思います。特にご自分でいろいろなことを判断できないと思われる年代のお子さんについては、親御さんがどのように考えるかということにもなりましょうが、まあ、基礎疾患を持っていてやはりリスクが高いと思われる小さなお子さんは接種は速やかに受けていただいた方がいいんじゃないでしょうか。ただ基礎疾患がないというお子さんに関しては、まあ、それでも希望するお子さんもしくは保護者の方がいらっしゃればどんどん打ってほしいというようなご意見でした。今ご指摘の通り希望される方々については速やかに接種券が届き次第ですね、打っていただければというふうに思うところです。その子どものですね、感染が多いんですけども、どれくらいの重症化をしているのか、そういった懸念者の中での検査というのは、これは次長いかがでしょうか。本件との方から、はい、子どものですね、感染症重症化についてちょっとまだデータ的にはちょっと調べ、切れてないような状況でございます。すみません。ありがとうございます。はい、他に質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。あ、どうぞ。はい、小児ワクチンの関連なんですけど、はい、瓶を開けてしまうと10人分ぐらい取れるということで、いわゆる余剰というか余りが出てしまう問題で、クリニックではこう10人集まらないと打たないというところもあるみたいなんですけども、例えばこう集団接種とかそういった考え方はあるんでしょうか。それもはい、ワクチン接種推進して横野と申します。1瓶から10本ということなので、なかなかこうそこら辺で容器を詰めて、人数集めるの苦労されているという話は聞いてございます。で、外科医もあったんですけど、集団接種という手法も、まあ、ある、そういう手法を取っている自治体もあるとは聞いているんですけど、我々としてはその、
かかりつけの、小児科のさんで、安心していただくというのが一番大事かな、保護者の方の安心のためにもということで、今のところその方向で、個別接種中心でやっていこうと思ってございます。はい、ご質問他によろしいでしょうか。はい、それでは2点目、中小企業と事業復活支援給付金につきましてご質問をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。株式会社セールス、この支援金ですね、17日から申請ということで、大体いつ頃になると、事業者の方に届く。申請書類に不備がなければですけれども、おおむね2週間程度での支給を見込んでいるということです。そうしますと早ければ、月内、月内には支給できる、と思います。はい、というのですね、やはり、今回前の方針に伴うですね、飲食店に対する協力金とかそういったものが出てなくてですね、しかも、県の緊急要請が出ている状況ということで、なかなか来てくださいと言ってもなかなかこう名前のようにお客さんが戻ってくるという状況にない。それで、支援金が届けばやはり少し事業者の方にもこう、運転資金の足しとかですね、そういうふうになるというふうに考えてよろしいでしょうか。皆さんもご自分の、行動というんでしょうか、生活リズムがこのコロナになってどういうふうに変わってきたのかっていうふうなことも思い返していただければとも思うんです。今ですね、非常に大勢の患者、新規患者さんが発生しているということも考えますとですね、積極的に飲食店に行って少人数で、飲んだり食べたりということをされてもいいんですけれども、その、ボリュームがですね、関わっている感染している数が多い、そして関わる人たちも多い中でなかなかそういうふうになりにくいということと、ご自身皆さんたちもですね、やはりそういう生活パターンになってきているのではないかとも思えですね、こういう影響がじわ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 と地元の飲食店関連事業者の方々に本当に何でしょうか、こう大きな影響になって広がってきているんだろうというふうに思っております。国のですね、この事業復活支援金も結構なボリュームのものでございます。こういう国の制度も十分に生かしていただきながら、本市の独自の支援策も上乗せで支給させていただきますので、なんとかここは乗り切っていただきいただいてですね、火を消さないようにしていただきたいというふうに思っています。本当に大変なところですけれども、今しばらく事業者の方々にはご辛抱いただきたいというふうに思いますし、また可能な食事が可能だという皆さんであれば、徹底した対策を取った上でですね、利用していただくことはぜひしていただければというふうに思うところです。そうですね、認証を受けた飲食店がですね、同様の、認証を受けてないところと同様の対応が続いています。その点については、どのようにお考えでしょうか。せっかくいろんな設備を設けてですね、認証を取ったという店の方々には本当に大変だなというのを実感をしております。ですから対策を取った上で黙食食べるときにはマスクを外さざるを得ませんけれども、お話しするときにはマスクを着用して、ぜひ食事などにも出向いていただければというふうに思います。はい、他に支援金についてご質問いかが、失礼しました、給付金についてご質問いかがでしょうか。よろしい、どうぞ。すみません、顔振りっぽい感じです。
この給付金は、はい、当初議会に議案提出された際には減少率 50% 以上だけが対象だったと思うんですが、まあ、最後の予算審査特別委員会のところで拡充を検討するということで発表されて、今日こういうふうに発表されたと思います。当初なぜ 50% 以上を限定したのかというのと、そこから30% 以上のところまで拡充を、まあ、決意された理由というかですね、教えていただきます。はい、まずですね、この、国の、事業復活支援金というのが30% まで対象が広がったんですね。当初は 50% 以上のところが重点的に支援の対象だったものが、この、制度で 30% 以上 50% 未満の皆様方についてもこの、事業復活支援給付金という新しい制度は 30% 以上の対象者も加わったことから、まあ、国でもやってくださることになったなということで 50% 以上の事業者に厚く対応すべきだろうというふうなことで、そのように考えたところでございます。ところがまあ、これだけ厳しい状況が続いていて収束も見通せないという中にあって、議会からもさまざまなご議論をいただきました。確かに厳しいなということもあってですね、やはり30% 以上 50% 未満の事業者にも対象を本市としても広げるべきであろうと判断したところです。はい、わかりました。ですね、当初出した予算案から制度拡充した際にもですね、特に補正のし直しということもなく予算額、うん、は変わらないということなんですけれども、うん、これは まあ支給をしていって足りなくなったらそこで追加補正をするという考えなのか、それともこの予算額で十分賄えるのではないかという見込みなのか、どちらになるんでしょうか。ここについても拡大をしてですね、予算が足りなくなれば追加でまた補正ということにもなるんだろうというふうには思っております。経済局さんの補足とかこの疑問についてございますか。いえ、大丈夫です。すいません、もう一点まあ、こっち今おっしゃっていただいた追加補正するかどうかというところも関わってくるかと思うんですが、県が6月にですね、市町村の補助金を増額するということで話が出ていますけれども、市としてはそちらの使途というかどういったことにまあ、予算として充てられるつもりなのか、現時点での考えをお聞かせください。まあ、具体にですね、県の方でどのぐらいの予算規模になるのかもまだ明らかにはなっていない中ですから、なんとも今現状では申し上げ、かねるところです。ありがとうございます。はい、他に給付金に関していかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは発表した事項以外でご質問がありましたらお願いしたいと思います。どうぞ。すみません、読売新聞の長沼と申します。よろしくお願いします。一部の報道で仙台市立小学校の中でお子さんがちょっと暴行を受けていじめに遭っているんじゃないかということで仙台市教委が重大事態に認定するかを考えていらっしゃるという報道がありました。市長はこの事案があったということをご存知だったか教えてください。今朝教育委員会から代役を報告受けました。この報告を受けて市長はどのように受け止めて今後どのように対策を取られていくかを教えてください。元よりいじめや暴力行為というのは許されざる行為だというふうに認識をしております。事実関係をですね、速やかに調査をした上で、適切にですね、対応を取ってもらうように教育委員会では求めたいと思います。
その、保護者の方がですね、なかなか学校が対応してくれなくて、児童が長い時間休んでいらっしゃることにかなり悩んでいらっしゃるみたいなんですけれども、長い期間児童が休んでいることについては、市長はどのように思われていらっしゃいますでしょうか。今朝、概要の報告を受けたばっかりでありますけれども、発生からですね、相当な時間が経過しております。もう速やかに対応しなくちゃいけない事案だというふうに認識をしております。で、教育委員会からはですね、重大事態に当たると判断をしたようで、第三者による調査委員会を設置する方向というふうに聞いております。速やかに適切に対応してもらいたいと思います。今まで郡市長はいじめや不登校対策にかなり力を入れてらっしゃって、いじめ防止条例の制定にも関わっていたと思うんですけれども、今後もいじめや不登校事案、郡市長はどのように力を入れて対応していただくかを教えてください。全庁を挙げて、社会、地域もですね、挙げて、いじめをなくしていくんだという取り組みを進めてきているところですけれども、今般こういうふうな事案が生じているということについては大変心を痛めているところです。適切に迅速に対応していかなくちゃいけないというふうに思っています。はい、他にご質問いかがでしょうか。どうぞ。すいません、パープシンポー高木です。まずですね、3月19日にも伺ったんですけれども、東日本大震災から丸11年を迎えましたけれども、改めてそこに11年を迎えたということに対する受け止めをお願いします。3月11日から丸11年が経過いたしました。11年という年月が早いのか遅いのか、それは被災された皆さんそれぞれで違っているんだと思います。本市においては5年の復興計画を立てて、速やかにカード事業に着手をし、また被災された方々の心のケア等にも対応してまいりました。ハードは一定程度のめどがついたところですけれども、それぞれの被災された方々の心の復興、体の健康ということを考えると、まだまだやるべきことは残っているというふうに認識をしております。そしてまた震災の風化が言われる中で、本市としたいたしましては、震災の経験と教訓を風化させずに引き継いで、次の世代に引き継いでいく、そして災害文化の醸成をしていくんだと、それは防災環境都市である仙台市が、そしてまた仙台防災枠組みの採択市である仙台が国内外に発信していく責務があるんだというふうに認識をしておりまして、11年が経過したので、もうおしまいということには決してならないと、そのように思っています。ありがとうございます。ちょっと話題変わるんですけれども、はい、ロシアによるウクライナへの侵攻が続いていますけれども、こちらは議題でもご発言ありましたけれども、改めてどのように受け止めていらっしゃるかお願いします。ロシアの軍事侵攻については、国際社会の平和と、そしてまた人々の安寧を大きく損なう事案でして、決して許されないというふうに思っております。それでですね、議会でウクライナから の避難されてきた避難民の方を受け入れる準備をしているんだというお話ありましたけれども、これ大体、政府の要請によるんでしょうかね、何人くらい受け入れるのかとか、どういった体制で受け入れるのかとか、あと、政府から既に何人かいらっしゃる予定があるのかどうかというようなところを教えてください。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってから随分時間が経ちました。日々報じられる映像を見ますと、本当に胸が痛みます。多くのウクライナの皆さんたちが逃げている状況も、とても胸が締め付けられる思いであります。一刻も早く
停戦が、そしてまた軍の撤退をお願いをしたい、望むというところではありますけれども、今本市でもですね、ウクライナの難民の方々ということになるんでしょうか、受け入れる準備を進めているところです。まだ正式にですね、国の方からの要請は入っていないところですけれども、市営住宅の空き住戸を使用していただけるように準備をしておりますし、またお子さんのいる方もおいでであろうというふうにも思っておりまして、その場合にはですね、これまでも外国人のお子さんたちの対応に当たってきておりますけれども、生活習慣への適用指導や日本語指導などを行い、指導協力者を学校に派遣しているんですが、こういう人たちをさらに活用してですね、学校でも安心して過ごせるように、また心のケアにも努められるように対応してまいりたいと準備を進めているところですね。大体何人ぐらい、まだ具体的には話が入っておりませんので、何人は OK ですというようなことでお話はしておりません。市として受け入れられる条件というか受け入れ能力としてはどれくらいかというのもまだわからない。これは国と調整していくことになるんだろうと思います。それでも大きな人数を受け入れられる状況はなかなか難しいので、他の自治体でもさまざまな取り組みが進められると思いますけれども、協力し合いながら受け入れ可能な方々は受け入れたいと思います。分かりました。もう一点、これに関連してですね、議会がウクライナへの支援金の不足をしましたけれども、市の方では何か似たような皆さんで支援するようなことっていうのを考えていらっしゃらないですか。実はですね、明日から市役所、各区役所など合わせて13カ所に募金箱を設置させていただこうと考えております。市民の皆様方も大変心を痛めておられると思いますけれども、ウクライナの皆様方のご支援にぜひご協力をいただきたいと考えております。でこの募っていただいた募金については日本赤十字社を通じてですね、ウクライナなどの現地での支援に役立てていただきたいと思います。またこれに加えまして、本市の管理職以上の職員、で100万円の募金を行いまして、急ぎ支援団体を通じてお送りする予定でございます。はい、他にご質問いかがでしょうか。どうぞ。関連しまして、ウクライナ情勢でお伺いします。昨日の時点でですね、姉妹都市のミンスク市との交流の方を見合わせるということで、新州の方を発出されたかと思うんですけれども、はい、この判断に至った、理由というか、どうしてこういう見合わせという形を決断されたのか教えてください。まずですね、ロシアによる軍事侵攻に関して、ベラルーシ政府も関与をしているということでですね、とても心をそれこそ痛めました。ベラルーシには関与を行わないよう強く求めたいというふうに思いまして、またそのことがですね、これまで培ってきたミンスク市と仙台市の市民レベルでの交流についてもですね、信頼を揺るがしかねない事態というふうに捉えまして、当面の間は交流を見合わせたい旨をミンスク市長に宛てて、お便りを発出したところでございます。こういう都市間交流 の, 判断というのは非常に異例というか、仙台市としても姉妹都市、友好都市9つある中で、多分初めてのことというふうに伺ったんですけれども、この決断が、どういうふうに、この軍事調整、働いていってくれたらいいかというふうに思います。ミンスク市長にはですね、これまで50年近くにわたって培ってきた、交流です。その絆をですね、切ってしまうことのないように、今般のこの状況 にですね、対応して交流再開に向けて最大限の努力を図っていただきたいということについても
新書に書き込ませていただきました。ありがとうございます。先ほどのウクライナの難民の受け入れの件に関してなんですけれども、市長12日の日に岸田総理にお会いになっているようですけれども、総理の行動から見ると、その時何かお伝えしたことですとかやり取りっていうのはされたんでしょうか。岸田総理が被災地を 3.11 で回られておられまして、お帰りになられるその仙台駅で G7 の関係閣僚会合の誘致についての要請も合わせてさせていただいたんですけれども、その時には今おっしゃったようにウクライナの状況を大変心配していて、受け入れる準備を進めておりますので、何なりお話お申し出いただきたいというふうなことを伝えました。それに対して総理からは何か。被災地を回られていくつかの自治体の首長さんたちからも同じような話がありましたというふうなことをお話になられておりました。ちなみにその G7 に関しての、お答えっていうのは大丈夫。これまでも関係する、大臣等々にお願いをさせていただいている旨お話をいたしましたし、それからまた過去の実績についてもお話をさせていただきました。そこについては受け止めていただいたと思います。ありがとうございます。はい、他にご質問いかがでしょうか。どうぞ。読売新聞の長嶺です。すみません、先ほどのちょっとお話でいじめの重大事態のことについて、はい、市長は教育委員会からもう重大事態として認定したと今日報告を受けたということを。いや、ごめんなさい、報告だということです。はい、実際に重大事態を判断するのは教育委員会と当該学校の判断によるわけですけれども、今後やはり、第三者の調査機関を設ける方向だというふうなことで、まだ正式にそれを重大事態だと判断したとは聞きませんでしたけれども、はい、今日は聞いていませんが、そういうことだ、そういうことです。ありがとうございます。第三者委員会の学校の方で作るということを報告を受けたんでしょうか。まずはそういうことになるんだろうというふうに思います。教育委員会、わかりました。はい、他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして本日の市長定例記者会見を終了させていただきます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。